相模原五代目選手です。まずはお誕生日おめでとうございます。そしてナイスアシストでした。そうですね、はい、ありがとうございます。途中交代で入って自分で決めてやろうという気持ちも強かったですか？まあ、流れ変えたいという思いがあって0-0で入ったので、まあ、自分に求められていることを一生懸命やろうかなというふうに思って入りました。得点のシーンですけれども、うまく岩田選手に合いましたね。練習から拓也には結構行ってたエリアだったので、あれをマイナスじゃなくてニア中に詰めてくれたっていう、本当にいい、もう決めてくれるだけのボールを上げれたかなっていうふうに思います。チームもこれで連勝と波に乗っていけそうな感じですか？これからの抱負をお願いします。まあ、チームを勝たせれるように調子も上がってきているので、もっと活躍してこう相模原の意地を見せないといけないなと思います。次は自分でも決めたいですね。そうですね、もうちょっと結果が欲しくなっている頃で、後半戦も入ってますんで、ガンガン行きたいなと思います。